ろしくお願いします。今日は4回目の登場、ゴンスケさんです。63歳で試合出てバリバリ頑張ってます。今日はサーブ悩みが多いようなのでサーブを練習してきました。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで4回目の登場、ゴンスケさんでございます。お願いします。お願いします。今日はどんな感じでいきましょう。サーブがサーブ自分でなかなか客観的に見ることがないんで、はい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 、こうどこを通ってどういうスイングしてるのかなっていうのが全く分かってないんでそれをちょっと教えていただきたいなと思います。はい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 、まあ、なんか直感でパワフルなサーブを打つんやろうなっていうのはありますけど、悩みとしてはどういう悩みがあります？回転かけづらいとか安定しないとか使い方がわからないとかいろいろあると思うんですけど、やはりその都度その都度で通る場所がバラバラなんで、右行ったり左行ったりネットしたりオーバーしたり、はいはい、でなかなか上手というところが、なるほどなるほど、ミスの内容がいつもこうバラバラで、はい、自分のポイントっていうのが見つけてないんで、あ、じゃあ、まあいつもなんか上げてボールあるからそれ打ちに行こうみたいな、オーバーに言うと上がったとこ勝負でその場で合わしながら打ちに行ってるという感じ。わかりました、はい、ちょっとチェックさせていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、では早速チェックをさせていただきました。本人が言うようにトスのブレがすごく大きくて、まあ、その場その場でトスを見上げた後に、まあ、ここにあるからこういう打ち方しようかなみたいな、そういう感じで打ってるように確かに見えました。全体的なフォームのバランスというよりはボールの捉え方が安定するような形で進めていこうかなと思いました。はい、これ後ろから打ってるところのゴンスケさんのこうインパクトの位置を残していってます。左にブレることもあれば右にブレることもあれば、であまり良くないのはトスを上げ直しせずにもう見上げてあるところでそのままこう打ちに行ってしまう、左にも右にもまんべんなくブレている感じがわかると思います。だいたいこの辺にまとめたいなという感じです。はい、続いてトスの前後が見えるようにちょっと横からの映像も撮ってみました。これもインパクト地点を赤い点で残していってます。トスは前がいい前がいいって言いますけど、前すぎると今度回転がかけにくくなりますので、下から上に持ち上げるのが難しくなりますから、この前後の位置関係も安定させたいところです。だいたいこの辺りで打てたらいいのかなと思います。はい、ではチェックしての改善ポイントとしては、見上げたボールを探して打ってしまう、このところを直そうかなと思いました。でそのためにボールを捉える感覚、今日は少し早めのスピンサーブ、まあ、男性なのでスライスだけじゃなくてスピンの感覚も覚えておいた方がいいのかなと思ったので、少し早めのスピンサーブを打つタッチに統一しましょうと。で、まあ、そこで打とうと思えばトスも安定させないといけないし、打ち方自体も安定させていかないといけない、まあ、体の開きの問題が出てきますから、そのあたりを調整しながら練習していこうと思います。今ちょっと、はい、見させていただいて、ボールとラケットの当たり方がこうおっしゃるようにこういつもバラバラ、はい、バラバラになってるので、それを今日はちょっとね統一したいと思います。で、はい、少し早めのスピンサーブみたいなところを今日はイメージしたので、ボールに対してこうラケットがちょっと横に滑るような感じでちょっと統一をして、でそれに合うように体の開きもちょっと抑えながらで狙ったところに飛ばすみたいな感じでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずボールの捉え方を説明しながら、少し早めのスピンサーブですので、ボールに対して左から右にラケットを少し滑らすようなイメージでスイングしましょうという形で説明をしています。フラットに当てる、もしくはスライスに当てるではなくて、少し下から上に持ち上げるようなイメージを持ちましょうという感じで説明をしました。そうすることでボールが縦に変化もしますから、安定していい軌道で打つことができますし、まあ、男性なので将来的にスピンサーブを打つときにも役立ちます。少し縦回転のかかったこういうスライスサーブ、これをイメージします。これのいいところとしては縦回転がかかるので安定をする、それから下から上のスイングを学べますから、将来的にスピンサーブにつなげることができます。はい、それから大体ですがトスの位置を調整しました。こういう感じで、まあ、大体右側はこの辺りですよみたいな、
あ、これ大体でいいです。少々これよりも右に行っても全然打てるのは打てるんですけど、まあ、大体の目安で左側はこれぐらいですよと、大体この間にボールを落とすイメージでいきましょうという感じで決めました。で、体が開きすぎないように左手を自分の方に持ってきて、下から上に持ち上げる力も少し使えるようにしましょうという感じで進めています。すぐに打ち方、それから捉え方に変化はあったんですけど、今度立ってる位置からまっすぐか右に飛んでしまうようになってしまいました。もともとスライスで打ってたので、普通にやってるだけでボールは左に行ってたんですが、まあ、面の向きを逆にこううまく調整できた証拠かなという感じで思いました。ですから今度は少し積極的に体を回していきましょう。左手で押さえるんですけど、回すのと開くのは違いますから、開かないけども積極的に回していってコントロールをしましょうという感じで進めました。それが結構うまくいってきたので、今度はアドバンテージサイドで打ってます。デュースサイドとアドバンテージサイドを混ぜることで体の回し方が少し変わってきます。その時に左手で開く、開きを抑えるタイミングが今度変わってきますから、アドバンテージサイドを混ぜて今度慣れてくると、デュースサイドとアドサイドを交互にやるようにすると、体の感覚として、あ、これぐらい回してこれぐらい開きを止めれば自分の思う通りのところに飛ぶんだっていうのが分かるようになってきます。はい、でもう少し改善に来ました。トスを少し前にして、こうジャンプの着地の足をコートの中に入れていけるように、体重をかけていけるようにところを注意しました、はい、どうしてもこういう感じでゴンスケさんその場に残ってしまうので、体重が後ろに残って手だけでゆっくり入れてしまうような感じになってしまうので、それに対してトスを前に上げてしっかり前に入っていくと、しっかり振ることによってしっかり落ちるという感覚を覚えてもらいます。はい、チャレンジしてますけど、なかなかね、こうベースラインの中に足が入らないというか、左足の着地が前に行きません。こう頑張ってもこうその場に着地してしまう、腰が後ろに引けて体重が残りながら手で入れてしまうような感じになってしまいます。はい、そこでトスアップをちょっと改善しようと、これエコさんの時も使ったパターンなんですが、どうしてもトスを投げる手が自分の方に巻いてしまうので、僕が前に立って僕にパスするような感じで手とボールを離してくださいと。そうするとトスが前の方に上がりやすくなりますから、そうすることによって気持ち前に投げる感覚を養ってもらいました。はい、ちょっと補足を入れたいと思います。これエコさんの時もね、全く同じことやったんですけど、こう手とボールをこの離す感覚がどうしても投げようとすると手前の方にこう離れるイメージになりやすいので、前に上げて前に入りたいと思っても自分の方にこうボールがこう巻いてくる感じになるので、なかなか下がれないと。じゃあ前に投げるにはどうしたらいいのかっていうので、今みたいに前に立った人にこうやってパスをしてあげると、こう離れる感覚が手に残りますから、そうしてあげてトスアップをすると綺麗に前に上がりやすくなりますので、ぜひ皆さん試してみてください。ありがとうございました。どうでしたか、安定具合は。そうですね、トスを教えていただいて、はいはい、やっぱりあの自分の上げたトスが体の右で、うん、後ろの方に上げてたんで、はい、体の正面上げてちょっと前に上げるっていうのが、はいはい、綺麗に上がるとしやすかったです、はい、あそこ結構皆さん悩まれてる方多いんですけど、どうしてもトスって自分の方にこう、はい、巻いてるよう、巻くような腕の使い方で上げてしまうので、失敗すると自分の方、自分の方に来ちゃうんですよ、はい、でどちらかというと最初打ちやすいのは前目なので、はい、ちょっと前目に上げて失敗した時は前に行き過ぎるぐらいのボールの投げ方、はい、その手から向こうに、まあ、転がると良くないですけど、ボールが行くようなイメージで練習するとどんどん体からトスが離れていってくれるんで、はい、とスペースがあって最初はすごく打ちやすく感じると思います、はい、そうですね、はい、でそれがもうちょっと慣れてきて、ちょっと手前の方が回転かけやすいなとか、それになるとまたちょっと、ね、調整すればいいですけど、はい、最初はああいう上げ方の方がすごく安定すると思います、はい、じゃあそんな感じで頑張ってください。じゃあまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Street